中山白道は1872年石川県金沢市に生まれ、日本の武道家として著名な人物です。白道は小学校に入学しておらず、学歴はなかったが武道の研究には熱心であり、弟子の質問に対して知らぬと言ったことがなく、故事や実例を挙げ納得いくまで解説しました。流派は真田重信流、真道無念流剣術、真道無双流杖術、称号は剣道藩士、居合術藩士、杖術藩士。大日本武徳会から史上初めて剣、居、杖の三道で藩士号を授与されたことでも有名です。初の三道での藩士の称号を授与されたことから最後の武芸者、昭和の剣聖とも呼ばれ、剣道の愛好家には今でもその名は伝説となって語り継がれています。